五霊神社は、京都府福知山市にある神社。創建は1705年。もともとは、宇賀五霊大臣を祭る稲荷社と三秀を、祭る菱山地の上昇寺と分かれていた。福知山城主である靴木氏が、かつて当地を、福知山と命名し、福知山城を近世の城に改修するなど前世を敷いた、明智三秀の合志を許したことが、始まりとされており、社号もこれに由来する。 そのため、明智光秀にまつわる数多くの資料を有する。新水位、標識1953年の台風13号の被害により浦川の氾濫で水没した福知山の被害を伝えるため、境内隣接の五霊公園には当時、福知山市街地を覆った水の水位を記した看板が建てられている。10月の霊体祭においては、合わせて、 丹波光秀旗京祭りが開催される。福知山市の秋の代表的お祭りである。五霊公園、広小路通りには、イベントや数多くの出店が並ぶ。所在地交通アクセス周辺福知山市の市街地、九条岡町の北西に鎮座する。広小路通りを塞ぐように、神社及び隣接する五霊公園が位置しているため、広小路通りは、当地周辺では南北に、 暗いク場に迂回している。山道である広小路通りは、両サイドに商店が立ち並ぶ商店街となっている。さらに広小路通りの脇道にも新町商店街、などの商店街がある。ありがとうございます。